ゼクシオン、ゼクシオン。何ですか、創造師。ゼムナス殿はどこだ。いつもの場所へ。眠りの部屋か。急ぎのようなら行ってみてはいかがです。冗談はよせ。やむを得ん、お戻りを待つか。一刻も惜しいというのに、全く用がある時に限ってこうだ。間が悪いというか、なんというか。俺もあそこは苦手なんだよな。お前はどうだい、同志ゼクシオン殿。盗み聞きですか。何をしているのです。あなたとザルディンの任務は新たな同志を探すこと。こんなところで怠けている余裕はないはずですが。仕事は十分やってるさ。昨日も一人見つけてきたんだ。確かマーなんとかって名前になったらしいな。これで機関も11人、結構な数が揃ったもんさ。だもんで今日だけレクセウスに代理を頼んで休んでるって話。明日のお仕事のためにな。ではせいぜい英気を養うのですね。僕には今日の仕事がありますので、これで。お堅いね。楽しくお話でもしようぜ。例えばゼムナスの秘密についてだ。あれは何年前だったかな。鍵型の剣を手にした奴らがこの地に現れ、すげえ戦いをやらかした。そいつらが姿を消した後、記憶をなくした男が倒れてた。ゼムナス、いや、ゼアノートがアンセムに拾われたのはちょうどその頃だったよな。それが何か。眠りの部屋。そう、俺たちが心の闇を研究していた地下施設。賢者アンセムの命令で封印された墓場。おせっかいな賢者を追放したゼムナスが最初にやったのは、封印を解いた施設の奥にあの部屋をこしらえることだった。以来ちょくちょく部屋にこもって誰かと話していらっしゃる。妙だろう。部屋にはゼムナス一人のはずだ。盗み聞きがお好きのようですね。話の中身までは聞こえねえさ。おかげで余計気になってな。お前も興味あるだろ。僕は自分の任務に専念したいだけです。あなたも本来の任務に注力して、もっと同志を集めてください。新たな施設の準備を急がねばならないのに、機関が11人だけでは手が足りません。新たな施設。ああ、忘却の城ね。あんなの使ってゼムナスは何する気だろうな。僕らが聞かされた目的は、誰にも聞かせていない目的がある。眠りの部屋と対をなす目覚めの部屋、もう一つの墓場、そいつを探してるのさ。ゼムナスじゃない誰かが作った部屋をな。そこにはきっともう一人友がいる。仮面越しに守ってんの、一瞬で。
ずいぶん張り切ってるな。チュバちゃん、お前ヘラクレスのところで会ったよな。13機関のくせに情けないやつ。そんなんで戦えるのか。容赦しないぞ。人は見かけで判断しちゃダメだぞ。やっぱり俺向いてないよこういうの。なんだこいつ。そら13機関もノバディだよ。そうか、心がないんだ。そんなことないよ、許してくれよ。邪魔されないぞ。黙れ裏切り者。13機関、まだいるなら出てこい。ちょっとそら、わざわざ呼ばないでよ。まずレオンたちの手伝いだよ。ああ、ごめん。じゃあ、こら、見つけたぞ。友達が多いと大変だね。よし、力を合わせて早くこの戦いを終わらせよう。はい、おっしゃ。
まさか。おら、起きたぞ。出されたぞ。起きろ。おふぅ、おはんだぞ。コフィなんだよ、なんだよこれ、嘘だろ。許さない。俺は大丈夫だけど。見つけた。グーフィー。痛かったよもう。あ、グーフィー。やだな王様。どうしたんですか。痛いの。もう失敗させて。どうしたんだろう。ああ。
聞いたぞ、ニセアンセム。ニセアンセムのノーバディ、そして13機関のリーダー。そうか、そうだったんだ。賢者アンセム、あなたの意見を聞かせてほしい。王とこうして会えたことはとても喜ばしい。話も大変興味深い。正直なところ好奇心がうずいて仕方がない。しかしこの先世界の秩序はどうなってしまうのだろうか。うん、僕もそれが心配なんだ。出現した扉、ハートレスが求める場所、私の研究が招いたことなのか。アンセム様、先日提案させていただいた新しい実験の許可を。いかん。扉と世界の心のことは忘れろ。あれは触れてはならない領域だ。しかしアンセム様、私の考えでは、ゼアノート、その考えは忘れてしまえ。思い出したぞ、アンセムの弟子のゼアノートだ。あいつが13機関のリーダー、ゼアノートのノーバディだ。行こう。邪魔だ。それもか、エスファン。お、
てみろ。こりゃとどめだ。受けてみろ。こりゃ、はあ、終わりだ。せや、光よ、光よ、や、や、は、とどめだ。は、ほ、はあ、ほ、せ、はあ、くらえ。いくよ、光よ、せ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 や、ほ、くらえ。終わりだ。よっ、はっ、はっ、ほっ、せや、終わりだ。はっ、せい、はぁ、光よ、光よ、や、ふっ、や、受けてみろ。ふっ、せい、ほっ、せい、はぁ、イカたちよ、ほっ、や、ふっ、守れよ、守れよ。光よ、そりゃ終わりだ。せいや、とどめだ。せい、せや、はっ、ほっ、や、や、はっ、や、そりゃ行くよ。俺に力を、や、ふっ、くらえ。せい、せい、はっ、くらえ。ほっ、や、ほっ、王様は？あっしょあっしょ。行くぞ。ゼアノート、その名を捨ててどれくらい経ったのだろう。やい、ノーバディ、帰りはどこだ、リクはどこだ。帰りなど知らぬ。リクのことは、そうだな、王に聞け。待て。王様、どういうこと？まんまと罠にかかっちまったな。13機関に利用されてるんだよ。お前にハートレスを倒させようってのがゼムナスの作戦だからな。ゼムナス？さっき言っただろ、13機関のリーダーよ。記憶したか？ゼムナス。13機関の目的はハートレス退治？なバカな。キーブレードでハートレスを倒すと心が飛び出すだろ。あの心が欲しいんだ、13機関は。エコゾを集めてどうするつもりじゃ。教えてやんね。え、お前、カイリをさらったやつだな。その通り。俺がアクセルな。記憶したか？カイリはどこだ。教えてくれよ。カイリのことは悪かった。アクセル、やば、
あいつの処分は我々に任せてもらおう。処分なんてどうでもいいよ。頼む、俺を闇の世界に入れてくれ。帰りのことなら心配するな。我々が丁重にもてなしている。会わせてくれ。そんなに帰りに会いたいのか。うん、どうしても態度で示してもらおうか。お願いだ。そうか、それほど会いたいというならなおさらダメだ。ひどいぞ。怒ったか。俺が憎いか。その怒りハートレスにぶつけてくれ。哀れ、心なきハートレスは心を集める。だが愚かなるハートレス、その心の力を知らず、怒りのキーブレードは心を解き放つ。心は闇に集い、やがてキングダムハーツとなる。主を亡くした人の心が織りなすキングダムハーツ。我らはキングダムハーツと共に完全な存在となる。何をごちゃごちゃ言ってるんだい。キングダムハーツは私のものだよ。世界のキングダムハーツ、人のキングダムハーツ、キングダムハーツと名のつくものは何だって私のものさ。マレフィセント、ハートレスはダメだ。お前には指図されない。愚かな。まずい。私が戦っている間にこいつらをやっつける方法でも考えるんだな。マレフィセント、勘違いするんじゃない。お前たちへの仕返しを忘れたわけじゃない。マレフィセント、さっさとお行き。あんたには指図されたくない。すぐ。でも さて、邪魔が入ったが。お前たちはどっちの味方なんだよ。ハートレスは強い者の味方さ。その調子だ、ソラ。頼んだぞ。ダメだ、心が。俺たちがやってきたことは無意味だったのかもしれない。キーブレードが使えないなんてどうしたらいいんだよ。情けないよ、お前たち。任せてられないね。